じゃあ、今から、3対3をやっていきます。そうですね、なんか思ったよりレベルは高いなっていうのと、あの電話で出演してくれた、うん、でかいねやっぱりどうですか今ちょっとセレクションの場に来てみて、うん、まあ多分ちょっとみんな緊張してるかって、うん、自分は別に緊張とかするタイプじゃないです、うん、確かに確かにそんな気がする、はい、やることをやるだけです同じやること、はい、ジャイさん見てるかなジャイさんジャイさんあ来た来た来たここなんと横浜たけるコンビだそうですそうです、はい、どうですか来てみて雰囲気いやめちゃめちゃいいですねやっぱり外国語で確かにやっぱ現地の人が実際にこう見てもらえるってのはどうですかめちゃめちゃ嬉しい嬉しい普段ないんで、うん、目の前のアイコンがねおお、将来いいね一対一飛びなんでお守備守備ですおお止めます全部止める全部止める全部止める OK じゃあ頑張りましょうお願いしますお願いしますよしじゃあ、タイムさん、はい、始まりました始まりましたね見てよ、俺のこの見たことあるこの格好できる大丈夫ねね、シモンね、見たことないねあ、シモン見、シモンもいます、シモンもシモンも来てますあんまないでしょ、俺これとこれ持ってる歩夢、あんまいないでしょまあでもね、本当にあの思ったよりやっぱり、その緊張感がすごいねそうだねなんか、その、やっぱり今回事務所とさやらせてもらってるじゃんだからさすごい大掛かりにやっていただいてるし、うん、カメラも台数も多かったりとかスタッフの方々の人数も多かったりとかスカウトの方々がガチだったりとか、ね、シントトレーディングさんの方が来てくれたりとかすごいこう雰囲気がすごいそうだからちょっと多分みんなも緊張してると思うけど、まあ、ただね本当にみんなあの実力持ってる人たちなのであのプレーではね見せてくれると思うので、まあ、まずはね3対3ちょっと、ね、多分個人の能力っていうのが結構見れると思うのでぜひね見ていきましょうよしやるよはいじゃあ、今から、3対3をやっていきますで、攻撃と、守備に分かれてもらってるんで守備の人たちは、守備の後ろから出てきて3人出てきてで攻撃は3人出てきて、ボールをリターンしたら3対3スタートシンプルなやつをやっていきますで、この後も5対5の対陣でこの後すぐ紅白戦なんでここでしっかりあの対陣、強度高くできてるなと思うんでやっていきましょうじゃあじゃあ始めましたねうわ OK アウトじゃんちょっと守備がいいか素晴らしいいいようまそうなんかさ、いいね、自分起きたけどうまいな、持ち方がうまいいや、めっちゃうまい絶対歌手やな、これちょっと待ってね、間開けながらでみんな3対3、あと20分ちょいぐらいしかないからねしっかり声出して、いきましょうこれね、アピールの時間すぐ終わっちゃうよ、うん、本当にいい、うまいいいよナイスキーパー変きついかちょっと聞いてみるこの子うまいんだよ左利きのスーパーまだ1点も入ってないかこれ、もしかして左足で、しかもパワーもあって、うん、ちょっと俺知らなかったからさ、もともと素晴らしい結構いいね、一番シュート打ってるんじゃない1点決めよう、大学生やるよ、頑張ろうじゃあ一回ちょっと給水ちょっと待ってちょっとまあ、本当徐々にみんな口数増えてきて、うん、こう徐々に最初緊張感あったからやっぱ守備のね、強度が高くていいですねそうっすねいい
皆さんあと3対3は10分ちょいぐらいしかないんで上げていきましょう。いきます。声出して、守備声出していこう。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。うん、いやー決めた。ナイス。いいです。次はゆっくりでいいよ、ゆっくりで。はい、みんなうまいわ、やっぱうまい。え、ちょっとあいおいのあの子全然俺知らなかった。なんか個性的だよ、みんな。マル個性的なの、うまいな。マルっていうの、マル、そう、宮城マルっていう。ちょっとね、あ、ゆっくりで、ゆっくり。うん、うまい。うわーでしょー。ちょ、みなさん、一回集合、一回集合、一回集合。一回みなさん止まってください。いいね。あ、いいよ、もうちょい、じゃもうちょい。OK です。今とりあえず3対3って言うんですけど、どうすか練習の1。ちょっとまだまだね、多分いけるって人多分多いと思うんですけど、本当にマジで今見てくれてるからだし、なかなかこんなね、5クラブ海外の現地の人が来るっていう状況ってなかなかないから、で、もう3対3あと5分ぐらいで終わるし、そうだからもっとみんなね、別に声出すだけが全てじゃないけど、盛り上げて自分のプレーを出して、なんかこうみんなに盛り上げてもいいんじゃないかと思うので、ちょっと気合い入れてここから切り替えてやっていきましょう。すごい、すごい、いいよ。あー、ナイス。この子いいね。あー、ナイスボール。お、うお、スーパー。いやー、欲しい。いいね、ちょっと盛り上がってきたよ。なんか盛り上がるプレー欲しいね。うー、ナイス。いやー、ナイス。最後2点目、攻撃盛り上げて、攻撃。ナイス。もう5本しかないからね、5本しか。いやー、ナイス。スーパー強いね。オッケー、いきます。ラスト2、これ取んないと負け。守備勝ったら盛り上げて、守備勝ったら。いやー、すごい。ナイス。ラスト集中、守備無失点、守備無失点、視野無失点。いやー、ナイス。 Sí, está. Yo sobre todo no me quiero condicionar mirando los números ni las edades en esta primera tarde. Creo que es importante también no condicionarte por el dato y sí más por la imagen. En el fútbol es lo más importante. Bien, de momento bien. A nivel técnico son jugadores que tienen una técnica muy depurada. Creo que tienen que mejorar en ciertos comportamientos defensivos.Pero ahora es cuando hay que valorarlos en un 11 contra 11, con espacios más abiertos y ver un poco el comportamiento general del jugador. Pero ahora mismo en este fútbol reducido, que se repiten más las acciones, e importa mucho el comportamiento individual en el micro contenido, pues sí. そうですね、なんか思ったよりレベルは高いなっていうのと、日本の選手たちってみんなよく教育されてるんだろうなっていうようなプレーが見える3対3だったなとは思います。で、一応スペースが少ないので、まあ、スペースが少ない中で、まあ、何ができるかっていうのは今注意しながら見ている状況です。ですけど、まあ、まだ3対3なんで重要なのは11対11で、いかにプレーができるかが重要なので、まあ、そこがどうつながっていくかっていうのが、まあ、楽しみな状況ですね。スカウトの方から、うん、全体的にレベルが高いっていう話来てて、はいはいはい、でも俺も正直、うん、思ってレベル高かった、うんうん、で、次5対5なんだけど、はい、
まあ、早く11対11が見たいっていう。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと答えを短めにして小学戦を多めにします。そうですね、うん、これちょっと今スタッフの皆さんに言います。5対5をやるんですけど、5対5じゃなくて、あ、5対5やるんですけど、試合の方をね、長く見たいっていうふうにスカウトの、方が言ってくれたので、まず最初2分、2本、1本2分でやるんで、チーム入れ替えて2本やるんで、1チーム2本で終わりなんで、集中して、やっていきましょう。じゃあ声出していきましょう。 OK、 いきまーす。そしたら、うん、出す、あっちから分かりやいいっすね。あー、ナイス。ヒーロー 1-0。最後になるとまたちょっとね、違うね、全体バランスになる。うわ、すごい、レベル高いって言ってくれたら良かった。うん、マジ、ケイト上手いな。なんか、フォワードだったっけ。そう、いや、トップ下とか多分最後ゲームメイクだ。全員っぽくないでもな、濃さで言うと。うわー、ナイス。あー、ナイス。3分、今何分ぐらい。1分15分。2本ずつだから。早いね、うん、みんなやっぱ自分のプレー出したいから。あー、ナイス。いいよ、やろうやろうやろう。青行こう、蹴っていこう。ナイス。オラスト1分、ラスト1分、ラスト1分ね、ラスト1分。そうなんだ、オフトボールいいね。あ、オッケーオッケーオッケー、次次。ラスト30秒、ラスト30秒。オッケー、いきます。ユースケ、トップシュート狙ってるの。技術もあるし、フィジカル、フィジカルもある。うわー、惜しいやないぼ、惜しい。いや、マルキーね、いや、決まる。マル。マルか。いや、あ、余裕学院。ジャルキーなんだね、これ。ちょっと、どういうこと？いやー、シモ！いやー、シモ！シモ！キック、マジうまいな、やっぱ。でも、DOA ちょっと行かせなかったけど。の良さを。いいね、でも久保君とかもやっぱこうちゃんとずっと動き続けてる。うわーな、トップ。オッケーオッケー、いいよ。長友みたいじゃん。あー、確かに。あー、惜しい。
ラスト半分ね、半分、ラスト半分。プレスピードが速くなるんですよ、うん、みんな思ってる疲れてる、うん、ちょっと緊張感があるし、あー素晴らしい、いやうまい、ナイス、ラスト1分、ラスト1分、ラスト30秒ね、ラスト30秒、あーいやーナイス、ラストの2本は2分でいきます、ラストの2本は2分で、ナイス、マジで、でも意外にやっぱ最初さ言ったようにさ、個人もそうだけど、みんな使ってるよね、周りをちゃんと、そうそうそう、なんかね、個人のアピールをしようとしつつも結構周りを使いながらっていうのを意識してるから、今まで試合が面白いんじゃない、うん、でこれ誰選ぶの、それとレベル高いわ、レベル高いよ、選ぶ側だったら選びきれないわ俺、うん、いやーライディー、ラスト40秒、おーナイス、ラスト30秒、ナイスボール、あ惜しいね、ラスト20秒、
あ、そう、1分取り切るよ。はい、もう一個。うまい、うまい。めちゃくちゃ時間余る。絶対そっちの。ラスト30秒。ラスト。Bueno, lo primero daros las gracias por el esfuerzo, ¿vale? Que es importante eso también. Se nota que están haciendo un esfuerzo grande y estamos. A mí personalmente me está gustando muchísimo la actitud. Lo segundo que le diría sería que a mí personalmente me está gustando mucho la actitud. Lo único que me faltaría un poco es que no se olvide que es un trabajo en equipo. Que para poder avanzar necesito asociarme constantemente con mi compañero, que no es un trabajo individual. Eso es lo que dice él, que esto es un equipo. Entonces, si es un equipo de tres, hay que hacernos fuerte con lo fuerte que tenemos y hacernos fuerte con lo débil también. Gámbate. じゃあ行きましょう。じゃあ紅白戦やるんで、ちょっと一回攻撃と守備で分かれようか。一回。ついに紅白戦が始まります。で、八王子のね、スカウトの方々とがいるので、みんな頑張れ頑張れ。Yo también por eso, lo puse delante. Este me gusta. Eso es lo que no hacen, tío. Pasa la larga, tío. Me gustaría saber un centro para ver quién remata, quién no remata, quién despeja.日本で活躍できなかった人もこういうところだと意外と目に光っていけるとか、今の監督とかコーチには評価されないけど、こういうところだったらいけるみたいなのが多いと思う。